妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イギリスのマッチングリューグース式ティアゴプレミアム重戦車。重戦車版のクロムウェルさんとでも言う子、エクセルシアーさんだね。うむ。マップはタマちゃん、マッチングはティア4と5だね。それじゃあ初動は、不覚の取れる重戦車さんだし、北東の重戦車戦場に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、T1 ヘビーさんが一緒に来てくれそうだけど、他に一緒に来てくれる子はいなさそうな感じだね。うむ。今回重戦車4対4のマッチングなので、ちょっと戦力不安だけど、いざとなったら撤退できる足はあるので、とりあえず初動はこのまま北東に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。そしたら正面からになるけど、通行量を取るために、真ん中ルートに進んでみるね。うむ。足の速さには自信ありってね。むう。KV1 さんの到着前に来れたのは良かったけど、スウェーデン駆逐さんには完全に先に渡られちゃったか。あう。でもスウェーデン駆逐さんがこっちに来るのは、ちょっと珍しい気がするよね。だね。あの子かなり走行薄い子だからね。そして KV1 さん、この状況でも強引に突撃を選んだか。これは左に入り込まれちゃいそうだね。でも2分の1は削れたし、よしとしようってあれ？いつの間にか左に敵のエクセルシアーさんがいるね。本当だねお姉ちゃん。私たち開幕まっすぐここまで来て、その後はずっと通路を見てたから。つまり私たちがここに来るより先に、左ルートに侵入してたってことだよね。だね。この初動の速度は、ターボチャージャー装備っぽだね。私たちのエクセルシアーさんの拡張パーツは、ラマー、ガンレイ、カニメだから、ターボチャージャー装備の子には足で勝てないもんね。うむ。そしてチャーイチさんも登場だね。AP ガンでエクセルシアーさんの砲塔を貫通できて、しかも棒ダメが135ダメージとなると、チャーイチさんは最終砲装備みたいだね。うむ。DPM ではビカチだけど、単発に貫通、精度に拡散とがっつり負けちゃってるので、正面対決はできれば避けたいけど、ポジション有利だし、チャーイチさんにまで突撃して来られるとあれなので、しばしここで粘りの防衛というか、遅延戦術と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。北東が戦力不利な分、他は有利なはずだもんね。うむ。耐えてればきっと勝てるってね。ナイス撃破大妹よ。てむー。KV1 さんも左ルートから来ちゃったか。あう。しかも KV1 さんの 122mmHEAT を受けて、T1 ヘビーさんがミリ残りになっちゃったね。うむ。こうなったら私たちががっつり前に出て、弾受けするしかないね。くぅ、さすが 222mm は痛いけど、ナイス撃破大妹よ。そして奥にさっきのチャーイチさんが登場したけど、中央が完全に敵の手に落ちちゃってるので、これはあんまり時間をかけて何かをしたくない状況だね。そうだねお姉ちゃん。T1 ヘビーさんが敵自走さんの攻撃で落ちちゃって、私たち完全に孤立中なので、中央の敵がこちらに向かってきていたらちょっとあれだもんね。だね。かといって引くタイミングでチャーイチさんに追われるのも嫌だと思ったんだけど、どうやらチャーイチさんちょっと下がったようなので、この隙に一気に中央へと移動しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この敵の状況なら、チャーイチさんに挑むより、中央から来てる子相手の方がきっといいもんね。だね。てむう。背後からチヘさんだね。あう。急ぎ応戦するね。ナイスショット大妹よ。このまま襲いかかってもいいかもだけど、もうすでに北東戦線の優先順位はだいぶ下がっちゃってるので、このまま中央に移動、中央に最終スポットがある、マチルダさん探しといっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。チヘさんもあのヘルスではきっと追いかけてこないもんね。うむ。チャーイチさんは追いかけてくるかもだけど、チャーイチさんは鈍足なので、追いつかれる前にいろいろやっちゃえば大丈夫ってね。ただマチルダさんの居場所が正確にはわからないのが、ちょっとあれだよね。そうなんだよね。敵陣に味方さんが迫っているので、きっと敵陣が見えるポジションにいるとは思うんだけど、
このまま進むべきか、中央市街地に進むべきか。てくー、まっすぐ直進するのが正解だったか。あう。でもここで出会えたので、このままがっつり交戦しちゃうね。うむ。背後も気になるので、できるだけサクッとやっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしたら残す敵は北東の茶市さんと千恵さんだけなので、反転して撃破に向かっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ちょっとヘルスが心もとないけど、それでも一発は耐えるもんね。うむ。それにすでに勝ち確定の戦力差なので、最悪私たちが落ちても問題なし。ということで、この先はよだめ稼ぎだね。あう。でもわかったよ姉ちゃん。それと千恵さんに移動されちゃってると厄介だったけど、どうやら茶市さんと一緒のようだね。右から味方さんも接近中なので、これなら被弾も最小限に抑えられそうだね。うむ。ただこうなると獲物の取り合いになるのが逆に問題だね。あわう。よしよし、ラッキーなことにリタイヒットだったようだね。いいね、お姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2303、キル数4、アシスト233、棒ダメ670。スコアは1368でチーム内トップ。2バッジと2優等、鋼鉄の壁、大口径をゲットだね。今日のバトル、序盤はちょっと数的劣勢いっちゃってたけど、なかなかいい感じに粘れたのと、他戦線の味方さんの攻めがすごく早かったのもあって、最終的にはいい感じに勝てちゃったね。いいね、お姉ちゃん。数的劣勢な戦線が粘るのも大事だけど、数的有利だからって、迅速に攻めるのも難しいもんね。だね。それと今日のバトルでこの子に乗って101戦目のバトルになるんだけど、私たちのこの子も決して悪い戦績ではなかったのに、101戦でギリギリに優等とは、この子の優等基準、なかなか高そうな気がしちゃうね。そうだねお姉ちゃん。私たちのエクセルシアーさん、1バトル平均よだめは1249。アシストはスポット取りたいギリに分かれちゃうのであれだけど275と、ダメ足合計1500超えで決して悪い数字じゃないと思うのにね。だね。終始は、序盤対重戦車さん用に禁断を入れて、そのままほとんど禁断で戦っちゃってたので、3万超えとちょっと嫌な赤字だね。あう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。